こんにちは。こんにちは。くみチャンネルです。です。はい、くみです。しおりです。はい、じゃあ今日もいつものサロンにやってきました。はい、お願いします。今日は、トイレ、お風呂事情。うん、お釜のトイレ、お風呂事情ってことで、よくね、公共のそういう場所って、実際どうよっていうのを知りたいじゃないですか。うん、で、うん、私も知らなかったというか、みんなのトイレとかそういうとこ使うのかなって思ってたけど、多目的トイレってこと。多目的、あの大きいとこね。そうそうそう、真ん中によくね、車椅子とかの用のね、あるじゃん。ああいうとこ使うのかなとか思ったら、いろいろあ、いろんな種類よ。だから、そういうとこ使う人もいるし、で、そうね、トイレはだから、ご飯行こうとか言ってると、トイレは女子トイレに入るから、何？女子トイレなんだ。女子トイレやもん。女子トイレなんだって言ったら、そうよって言ってて、どこ行っても、どこ行っても、女子トイレね。女子だからね。まあトイレはそっかと。今のスーパーも女子トイレよ。で、お泊まり行った時に、で、お風呂はみたいになったら、入れないのって急に言い出したんですよ。お風呂はやっぱ貸し切りだったら全然問題ないよ。でも旅館とかホテルとかあったら、大風呂、大浴場、大浴場、大浴場には他人さんがいっぱいいるわけよね。いろんな知らない人がいっぱい泊まりに来てます。そうした中で、まあ、銭湯と一緒の状態よね。そうした中で、私が入っていくっていうことは、例えば、まだ、戸籍上男なので、万が一、大事件になった時よ。困るわけよ。まずさ、クミの体の作りから説明しようか。体の作り、そんな内部事情に突っ込んでくるわけっていうか、だからさ、胸はないの？どうなってんの？胸はありますよ。ボディービルダーみたいに筋肉もりもりで胸に生えてんのとかさ。おっぱいあります。でも、一般的に言う、玉なし触りってやつよ。わかる？え？玉なし、触り。玉なし触り。もう一回言うか。玉なし触り？もうね、4回目よ。玉なし、さおありっていうこと。さおありね。わかる？滑舌悪すぎ。だから、玉はありませんけど、さおありますと。ということは、もう、形状が違うわけよ、女の子と。わかる？ということは、お股を押さえたら、まあ、わからないことはないけど。大きいの。何？竿？竿はちっちゃいよ。だってもう玉がなくなると。シューってなっちゃうの。そう。男性ホルモンって、玉から、ほぼ作られるのよね。だからみんな、ね、若者の人ってみんな玉取るよね。玉取ると。それわかんないよ、みんな。ん？あ、常識じゃないの？玉は取るんだ。基本取るんだ。そうね。日本の人、大体。待って。ごめん。あのさ、私の中では、有名人、だから、マツコ・デラックスさんとか、あと、ミッツ・マングローブさんとか、誰あと、なんかそのあたりの、アイちゃんとか、愛ちゃんはもう完全に、もう完全に戸籍も女になって、もう全部変えてるよね。だから、そういうちょっと女装家っぽい人たちってどうなの？正確にはわかんないよ。でも、マツコさんとか、ミッツさんとかは、多分、女装をしてるだけで体は触ってないんじゃないかなってうちは思うんだよね。その割には肌つる、綺麗じゃん、あの人たち。いや、どこまでしてるかわからへんよ。体は触ってないけど、注射は、女性ホルモンはしてるかもしれへんし、
だから どこまでしてるかわかんないよ、うんうん、でも女性ホルモンはやってそうだよね、あの肌ツヤは。だからその注射しなくても薬、うん、女性ホルモンの薬、家なんか全然でも脱毛もしてるから、うん、まあまあね、うん、だからそれもあるし、うん、いろんなことが考えられるけどね、うん、うん、分かんないよ ね、人それぞれだよね、うん、だからクミの場合は、うんうんうん、まあ、そういうことであって、そう、だからさ、なんか見たことない、裸を一緒にだからお風呂入ろうって、うん、言えないっていうか入んないっていうから、うん、あ、そうなんだ、うちはいいよ別に、うちは別に入ってもいいんだけど、うん、なんか周りがね、そうでしょ、いや、あなたはいいかもしれないけど、他の他人さんを巻き添えにして、それが、うん、何もなければいいけど、うん、わーってなった時に困るわけよね。うん、だから、基本的に入らないようにしてるけど、まあ。でもな、組、うん、と貸し切り風呂、うん、で二人で入るの嫌だな。でも、あのね、本当一番最後もお風呂が、うん、例えば23時とか0時で終わりですよっていう、もうギリギリに入ることはある、うん、っていうことは、あのみんなが上がっていくやん、もう終わりだからね、うんうん、終わりだから入る、まあその時に入っていくっていうのは、うん、まあギリギリ、多分、ね、まあ時間は短いけど全然一人で入れるし、うん、迷惑かかんないし、ね、いいかなと思って入って、ね、たまに入ってる。以外でも、うん、私さ、人との距離が結構あるって言ったじゃん、うん、だから女性同士でも、うん、なんか落ち着かないんだよね、二人で、うんうん、女性同士で、うん、旅行行こうってなっても、うん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 、なんかそわそわしちゃうっていうか、なんで裸を見られるから、襲われるからってこと、いや違う違う、そういうのじゃなくて、うんうん、なんだろうな、落ち着かない、安心、うん、がないってこと？だから気使ってるのかもしれない。うん、常に、うん、なんかわかんない。そんなに、だってそんなに気使う人と、うん、じゃあ行かなければいいんじゃないの？誰でもそうなの。って思うの。誰でもそう、うん。いくら仲良くても、うん、なんかね、わかんない。わかんないけど。うん、そういうなんかそこまで、うん、ほら例えば一緒に同居してるとか、うん、一緒になんかシェアルームしてるとか、うん、そういう関係になっちゃえば、うん、もうほぼほぼ家族みたいなもんじゃん、うん、一時のね、うんうんうん、そしたらなれるかもしれないけど、うん、なんか普段一緒に生活してるわけじゃない、 お茶を飲みに行ったりとか、うん、それだけのお友達なわけじゃん、みんな、うんうん、みんな誰でもね、うん、そういうので、うん、急になんか一緒に行きましょうみたいになった時に、多分それはね、うん、あれじゃない？何？男とオカマの関係、女とオカマの関係なのか、東京関東人と関西人の違いなのか、それはね違うと思う。他の人あんまり感じないと思う。私が人との距離が、うん、ありすぎるの？コロナ時代じゃなくても。うんうん、だからこう順番待ち、何かレジとかに並ぶとしても、うんうんうん、詰めない、そう、うん、すごい開けちゃうの、うん、だから割り込まれちゃったりすることもあるのね、後ろの人は早く行けよみたいな感じ、そう、後ろこうやってなんか、うん、押すことはしないけど、うんうん、くっついてくんの後ろ、そう、ね、ピタッて、うんうん、え、何と思って私離れるじゃん、うん、そうするとまたピタッてくっついてくるとか、うんうん、早く行けよってことでしょ、それは、うん、そう、ダメなんだよね、うん、人だけじゃなくて運転しててもそう、うん、すっごい車間取るから、そういう人いるよね、もうほんとね、後ろついてたら迷惑なんだよね、そういう人ね、みたいなね、なんかダメなんだよね、うん、それはある、あるから、うん、それだけのことなんだけど、久美さんの前走らないでください、ほんと、え、そういうことだって、なんか、なんか例えばチュアリの後ろを走ると、うん、なんであの人あんな距離空けてんのって言って、うん、ビューって抜かしちゃうってことでしょ、いや、そういうことなのよ、抜かしちゃう、うん、そういうことなの、うん、だ
から二ケツなんていうのを、じゃあうちの後ろ ついてきてみたいな場所、こっちは分かんなくて後ろでこうついていくと、うんうんうん、絶対割り込みされるからいなくなっちゃうんだよね、うん、そうね、大体そうね、そう、うん、だから困るっていう、うん、そう ね、うん、まあ本当ね、あのトイレは全然問題ないの、ただお風呂はちょっとまだ、うん、ダメかな、完全に入れない。でもこの間ちょっと入ったような気がするな、そっか、どっか行った時に、うん、っていうことだね、うん、はい、まあそんな感じですね、はい、うん、まあこの先このお風呂が、この何、体を触ってちゃんと慣れなったらどうかわかんないけど、まあ、うん、この先も現状維持かなみたいな感じ。なるほどね、うん、はい。はい。わかりました。うん。わかった、うん。うん。なので、また。はい。ではね、また、お話しする機会があると思いますので、次。ここカットだね。見てください。はい。うん、ではね、バイバーイ。